はい、ごめんなさい。なんか、さっきの枠、途中でね、パソコンがなんか落ちちゃって、消えちゃいました。ごめんなさい。ただいまです。今ね、勝手にパソコンがシャットダウンして再起動になっちゃった。なんでなんだろう。はい、どうも。さっきの話の続きなんだけど、ちょっと待って、何の話だっけ？あ、今ね、カメラをつけてるのがブリオっすね。ブリオ。これやばいな。すげえ、全然違うもんね。全然違う。うぜえな、ウイルス対策ソフトいらねえよ。全然画質が違うな。ただ今、ごめんね、なんか再起動勝手にかかっちゃって。なんか知らないけどね。こうなっちゃった。で、右側がブリオっていうカメラなんだけど、この手の幅広げてみるとわかるけど、よりワイドに撮れてるね。よりワイドに。これはすごいな。これはすごいね。ブリオの方が全然画質いいね。レベルが全然違うな。すげえな、これ。試してみようか。なんで切れたんだろう、今。こっちがブリオ。今がブリオで、これが普段の放送じゃん。これがブリオ。ブリオの方が席が幅が広いのわかる？席数。上も幅が広いんだよね。すごいブリオ。ブリオいいな。やば。全然違うわ。これね、多分ね、リスナーさんにはあんま伝わらないかもしれないけど、全然違うよね。その幅、アップになる感じでしょ？要はこれってレンズの幅が狭いの？あ、ブリオめちゃめちゃいいじゃん。ちょっと暗いから、これは調整だな。ただいま。どうもどうも。ブリオやば。やっぱすげえな。値段が倍するだけあるな。全然いい。全然いいっすよ。ブリオの画質いじるかじゃ。見てる方的にも全然違うもんね。腕を広げても映りきるし、なんて言うんだろう。こうね、コントラストもここまで下げられる。こういう風に反転までいかないんだよ。これ結構すごくて、これはね、配信者が結構驚くような感じだね。青くなるな。これはすごい。髪の毛赤にしたよ、アグリ。明るさは照明だな、これ。照明だ。逆境補正。これが変だな、なんか。目のかかり方がおかしい。原因変わんないと。すごいね、ブリオね。全然違うわ。全然違う。うわ、全然違うじゃん。だからゆったり感が半端ないもん。うわ、ブリオいいわ。ワトさん、事件です。低品質包装が映りません。ごめん、どういう意味？低品質。え、どういうこと？ありがとう。イースタースイーツ2つありがとう。いや、これ、リスナーさんから今ギフトが届いて、ブリオっていう、ロジクールのプロ用のカメラが届いたんですよ。これ、ブリオっすね。これね、ブリオがね、何がすごいかっていうと、どんだけアップにしても、4K 画質だから、例えばね、これ、今何言ってるかわかんないと思うからやるけど、こうやってやると、粗さが目立つのわかる？粗いでしょ？アップにすると。わかる？
アップにすると粗くなるっていう欠点があるの。これはもうカメラ全般に言えることなんだけど、アップにすると粗くなる。ただブリオの場合はアップにしてもね、はい、ちょっと待って、アップにしても多分ね、粗くならないんだよね。ほら、粗くなるわ 俺の使い方が間違ってるわ。ちょっと待って、粗くなったわ、ごめんね ズームだ。ズームっていうのでやると分かるけど、ちょっと待って、ブリオ起動するわ。ブリオ、映像構成、カメラ制御、ズーム。ほら、ここまでアップにしても、これだけやっても画質綺麗でしょ。すごいでしょ。多分これくらいが普通の性能なの、ロジクールの。でも、ここまで弾けるんだよ。もしかして焦点もすごいのか、これ。うわ、ボケる。ボケるわ。だから、ちょっと待って、この辺で喋ってる時に、あ、すごいな。すごいわ。なんだこれ。すごいすごい。いや、これはね、多分ね、あんまり伝わらなくていいかもしれない、リスナーさんに。とにかくね、配信者からすると結構びっくりするようなことが起こってるね。なんだろうな。今左手ここまで映ってるのが、これって結構重要なんですよ。これと、この差って結構でかいんですよ。これ配信やってるとわかるんだけど、撮りたいものが収まらないことってよくあるんですね。配信やってると。ここまで映したいのになんでこれ映ってねえんだよ、みたいな。それがなくなるんで、この差なんですよね。この差はでかいんだよな。こっち側がぶ、えーとね、右側がブリオなんですよ。わかります？この膝まで映ってるっていうか、縦も下も幅が広いっていうか、ここでしょ？この差ってでかいんですよ。全然違いますよね、縦の幅が。つまり空映しながら、カメラ車載配信とかで空と地面をしっかり撮れたりとか、横幅がやるから、格闘技でちまちま動いても、これいいわ。そう、広々として撮ってるから、すごい空間が広く撮れるんですよ。これはでかいっすね。よくわかんない。全然違うんだけどな。わかんないか。わかんない？わかんねえか。すげえな。この差はでかいよね。この差はでかい。まあ、わかるっちゃわかるし、わかんないっちゃわかんないよね。まあ、これはなんかこう、俺ら配信者がこうグッとくるポイントだから。このカメラすげえな。えぐい。足組んでるの映らなかったのが映るからね。宣材写真かっこいいでしょ。ほら。すごいね。いや、これブリオ定番になるな、これから。これから多分ブリオが定番になると思う、俺の予想。
なんかね、この辺の壁も実は重要で、ここ白飛びしてるの分かる？左のやつだとライトが白飛びしてるんだけど、ブリオの方はここ白飛びしてないんだよね。2画面っていうかね、今ね、天城峰が届いて、これ最新のカメラなんですよ、ブリオっていう。で、画像の比較をやってますね。これくらい変わりますよっていう。で、俺は結構衝撃で、これ広角レンズ買いたいと思ってたけど、いらない？こんだけワイドなのって結構すごいんだよな。よくここまでできて歪ませないよな。まあリスナーさんはなんかこう、わかる。そこを求めてないっていうのはわかるんだけど、これね、格闘技企画とかフットサル企画とかにめちゃめちゃ活かせるんですよ。右のやつの方が高級品です。こっち側ね。なんていう、右が高いやつです。そう、こっちが反射してるでしょ。左の方だと反射してんのが、こっちが、ここの濃淡綺麗に出てるでしょ。つまりカメラの性能がいいから、左は左で表現としてかっこいいんだけど、なんつうんだろう。映った？アバサツーさん。よかったよかった。これは結構すごいことなんだよな。何が苦労するかっていうと、部屋を片さないといけないところは苦労するんだけど。わあ、いいわ。ちょっとこれメインカメラにします。完全にこれメインカメラだわ。これもう古い方はサブカメにするわ。やったー、ありがとう。送ってくれてありがとうございます。こっちがメインカメラになりますね。いや、これすごいな。これはすごい。リスナーさんからするとね、ちょっと遠くなったって感じだと思うけど、いや、これね、画質がね、何がすごいかっていうと、画質は変わってないの。画質は変わってないの。じゃなくて、これカメラ難しいんだよね。画質は低画質なんだよ、今。このブリオのスペックを100分の1ぐらいにして、この性能なの。宣材写真見たい？いいよ。こんな感じ。こういうのとか、どんなパターンが見たいの？写真。いろんなの撮影してもらったよ。いろんなのがあるよ。いろんなのありますから。かっこよすぎて腹立つでしょ。散らかってるのがバレますね。かっこいいでしょ、ほら。EXILE。いろいろ見たい？ EXILE ですよ。こういうなんかかっこいい感じのやつから。いや、これやばかったよ、カメラマンさんに撮ってもらったやつ。かっこいい。漏れてるでしょ、こういうのから。なんだろう、格闘技のやつはこういうのを撮ってもらったね。これはツイッターにあげたんだけど、こういう。で、これ何がすごいかっていうと、どんだけ引き伸ばしても鮮明に写ってるっていう。だから肌の、配信で見た時に気づかないけど、肌綺麗って言われてるけど、肌汚いのわかるでしょ？汚いっていうか、別にここまで汚くないんだけど、腕毛が濃いとかも全部バレる。毛深いのとかも鮮明でしょ？もじゃもじゃじゃねえかよっていう。和道さん、毛生えてないですよね。生えてるわ。だから、その画質が低いからごまかせてたのを、ごまかしが効かないんだよね。いいでしょ？こういう写真いっぱいあるよ。こういう。今、そう、こういうのいっぱい撮ってくれてんの。こういう。こういうのとか。かっこよく撮れてるよね。
自分じゃないみたいで引くんだけど。一応ね、プロがおすすめするのは、宣材写真に使った方がいい写真っていうのはこれだって言ってた。待ってね。これだ。これが多分宣材写真に向いてるって言われた。これ。これが一番、業界の人に見せていいやつって言ってたね。これが一番とよく撮れてるって。ナチュラルな感じ。これがおすすめですねって言ってた。バストアップでこんな感じじゃん。ぽいでしょ。もうちょい小さくしないとね。こんな感じかな。いくらで撮ってもらえる？わかんない。ただでやってもらったから。これが多分プロがおすすめする一番いいやつって言ってた。宣材写真向きだっつってたね。これが。これおすすめ。気取ってるわけじゃない。緊張してるだけだよ。すごいよね。どこまで引き伸ばしてもでかく映るからね。これいいね。あとリスナーが爆笑したやつはこれだね。リスナーが爆笑したのはこれ。100円拾ってんの？って言われた。これははずいよな。これはリスナーお気に入りだったね。俺はすげえこっぱずかしいんだけど。いや、笑うんだ、やっぱ。これは、ヒロシって言われた。ヒロシです。これはなんかいろんなポーズ、こうしてください、ああしてくださいって言われたけど、やっぱ素人は無理よ。素人は無理だよ。恥ずかしいもん。ハゲ丸出し？だってハゲだもん。俺が個人的にこれはかっこいいなと思ったのは、やっぱファイティングポーズと、このファイティングポーズはめちゃめちゃいいなと思って、これは多分いっぱい使うと思う。これはいいね。これすごいかっこいい。で、あと、もう一つ使いたいなっていうのは、これめちゃめちゃかっこいい。これ。これはなんか渋いね。これ気に入った。このヘッドホンいじってるやつ。これかっこよくない？これなんか映画みたいになるよ、コメント消したら。ほら。いいでしょ？よくない？ワンシーンみたいでしょ。この辺かな。どう？静止画、やっぱね、そうなんだよ。映画みたいだよね。そう、躍動感、半端じゃなくあるよね。そうそうそう。それがすごいと思った。写真でこんなに変わるんだみたいな。表現ってすごいよね。これいいよね。あとなんだろう。いろんなの撮ったね。いいね。ちょっと恥ずかしいのは、こういうのは恥ずかしい。ちょっと襟触ってもらってもいいですか？って言われたんで、触ってみたら、くっそ恥ずかしいのができたっていう。売れないホストかっていう 売れないホストでしょ。 これは恥ずかしいね。これはめっちゃ恥ずかしい。これはちょっとあんまりアンチに素材にされるから見せたくないで。こんばんは。こんばんは、アノンラブ。すっごい恥ずい、これは。まあこんな感じかな。あとはファイティングポーズ何枚かとかさ。ファイティングポーズ何枚かとか。こういう。やってないよね。これはまあ慣れてきた頃だ。結構何枚か撮って。
こうファイティングポーズとか、うん、ねえかっこいいよね。自分じゃないみたいだよ。これとかめちゃめちゃ絵になるもんね。かっこいいよな。にんまりだよね。これえぐいよ。新宿のホスト。やばいよ。そうだね、ファイティングポーズはピーカブースタイルが一番やっぱしっくりくるね、俺は。これは普段やってるポーズだから。これが、あの、自分のスタイルがピーカブーだから。うん、これで戦うから。まあ、ここまでやっちゃうとカメラ的に顔が映んないからわざと少し外して。こうか。こういうか。メガネ外してるから、こうか。やっぱ全然違うでしょ。光の当て方とかさ、部屋で撮るのと素人が撮るとこうなっちゃうんだよ、簡単に言うと。全然違うでしょ。わかる？こうやって比べるとわかるよね。プロが撮る写真と素人が撮る写真のレベルの差、うん、iPhone で撮ってもこうなっちゃうはずなんだよ。わかるよね。いや、これ、ポスターに全然できるよ。あの、巨大広告とか多分いけるサイズだよ。なんでかっていうと、これどこまで伸ばしても、ほら、ここまで伸ばしてもこんな画質だよ。すごくない？ここまで引き伸ばしても余裕でこんな感じなの。もうレベルが違うぐらい、あの、なんつうの？高画質っていうの？あの、容量がでかいんだろうね、多分。ここまでやっても潰れないんだよ。そう。てか肌汚い。おっさんなのがバレるから。おっさんなのがバレるし、目が近いな。目が近いね。より目が際立つ。あれどこだ。あー、わかんなくなった。写真のデータがでかすぎる。腕毛濃いとかさ、うわ汚ね。なんかこういう写真あるよね。こういう写真すげえな。こう目の傷とかもわかるもんね、うん、目尻に傷あるでしょ。これ同級生と喧嘩した時に切れた、うん、あとこれは某生主に唇切られた跡とか残ってるもんね。肌汚いのバレる。かっこいいよね、これね。いや、撮る人がかっこいいからだよ。俺がかっこいいわけじゃなくて、あの、なんつうの、プロがかっこよく撮ってくれてるだけよ。俺はかっこよくないよ、全然。ちょっと待ってね。縮小するわ。あんまり肌汚いのやるとね、食事中ですけどって怒られちゃうから。プロね、あのね、違うんだよ。俺もぶっちゃけカメラ買ったら誰でも撮れるでしょって思ってたの。あのね、違う。要はね、撮り方がレベルが違うの。要は一眼レフで撮ったらこうなるわけじゃないんだよ。そう思いがちじゃん。え、一眼レフで撮ったらこうなるんでしょって俺も思ってました。違います。あのね、現場にいたらわかるけど、もうレベルが違うの。そう、照明の当て方、被写体の反射板の使い方、セットの組み方とか、多分ね 4K より上のレベルだと思うよ。 4K より上のレベル、どこまで行っても寄り目。だから機材の凄さよりもね、俺はね、なんかこう撮り方の凄さみたいなものを、ま、なんかこう感じたかな。だからさっきもこうやってファイティングポーズやったけど、その機材が同じレベルでもダメだね。何メガ、50枚で700メガ、だから1個の画像データで多分2メガとかだと思うね。1個の画像データで。はい、こんにちは、和骨。加工はしてない。要はこれが素材なの。要は加工なしでこれで撮ってんの。えぐいでしょ。
まあ、多少の、なんつうんだろう、修正っていうか、そう、暗めに撮るとかは、少し調整したって言ってたけど、なんつうの、がっつりいじってはないの。だから元データなの、これ。元データでこのレベルっていう感じ。うん。すごいでしょ。だから、こっから俺がいじっていいよっていう状態。はい、ワード2。これはすごい。いや、ほんと映画みたいだもんね。映画のポスターみたいだもんね。これ、捨て頃にこれ使いたかったな。捨て頃のポスターこんなんだったらね、映えるよね。いや、CM に使えそうな画像いっぱいあるよ。ポスターとか。例えば、例えばね、ちょっと待ってね。CM に使えそうなのは、これ。メガネ市場。これはもうメガネの広告向きでしょ。完全にメガネの広告でしょ、これ。修正かましてね、メガネ市場って書いてあっても違和感ないでしょ多分。こんな感じかな。でしょ。いやだからやっぱプロの表現力ってすごいんだよ本当に。ありそうでしょ。アウトロー系だとこういう感じかな。ちょっとアウトローっぽい感じだとこんな感じのも撮ってくれたし、かっこいいよねこれ。10円探してるやつもあるよ。ちょっと斜めに構えてくださいって言って俺が斜めになるとこうなるっていう、違うっていう、ね、ちょっと腰をこうひねって、まあいっかみたいな。光くんね、ちょっと違うかなっていう手応えのなさも伝わってくる、違うだろうみたいなね、これかな。リスナーさんが爆笑したの。100円探してんのって言ったやつ、これで、ね、これがリスナーさんお気に入り、100円探すワード、カメラマンプロの方ですよ。はい、どなたなの。俺はその詳しくは知らない。そのただまあまあプロでしょ、あれって言ってるもんね。発射銭解散会とかね、なんか絵が浮かぶよね。あのプロが撮る写真って1枚の写真の中から絵が浮かんでくるっつうか、そのドラマがやっぱあるんだよね。俺とか売れない DJ 感がすごいよね。パナソニックって。ヘッドホンの音が、ヘッドホンが変わると世界が変わる。みたいなね。ヘッドホンの CM ですよ。まあ俺思いっきりオーディオテクニカなんだけど、物語が、そう、物語がこう出てくるというか、ヘッドホンの CM だね。ヘッドホンの CM くれないかな、誰か。かっこいいのは、俺はもうファイティングポーズはもう本当にこれバンバン使うね。ファイティング、まあかっこ悪いのもあんだよ。かっこいいのばっかり見せてるけど失敗作もあるからね、こういう風に。
失敗作は見せてないだけで、あ、いっぱいあるんだよ。そう、歌舞伎町の売れないホストみたいなのがいっぱいあるんだよ。これ完全にダメでしょ、うん、これアンチの素材にされるから嫌だから見せてないだけでありますよ、いっぱい、うん、やっちゃったっていうのあるよ。これもメガネ市場いけるかな。いっぱいあるよ。これとかもちょっとこっぱずかしいよね、うん、くらい引き伸ばさないと。あ、でもこれはこういう使い方したらかっこいいかもな。なんかこううまく使ったら、あ、これこういう使い方したらかっこいいかもね。なんかこういう使い方、これいいじゃんね。これかっこいいな。こういう使い方したらいいのか。これいいね、絵になるよね。50枚ぐらい撮ったかな、50枚ぐらい、うん、これいいな。これ耳クソほじってる最中だね、うんうん、いいよね。あとの何があるかな。失敗だと思ってても使い方によっては全然いいのあるな。これもかっこいいか、うん、これもなんかちょっと生きってる売れないバンド感が出てるね。生きってるな。なんかすぐメジャーデビューしたけどすぐ干されたバンドみたいなのベースとかね。これいいな、プロレスラーみたい。まあ俺が気に入ってる3枚の中で、これはずいやつだね。これ失敗作だね。太りすぎて顎がなくなって顔の輪郭がなくなった俺、うん、ザラザラしてる、うん、肌の質感がザラザラしてる、うん、どっか、あ、これは多分使わないかな。俺が一番気に入ったのはね、やっぱヘッドホンを抱えてるやつがあるんだけど、これすごい気に入ったかな。これめちゃめちゃかっこいいね。これかっこいいでしょ、ほら。これいいな。これいいよね。毛穴まで全部見えるよ。毛穴まで全部見える、ほら。全部見えるよ。すごいよね。ほら。すげえ。ここまで引き伸ばしても崩れないかんね。すごいね、うん。これいいよね。これ結構傑作だよね。なんか味があるっつうか、らしいよね。これ俺も気に入り。あれ、あれバグった、あ、ロックかかってる、あれどこ行った、大変なのよ画像がでかくて。これだけだったらアクセサリーのね、これなんかアクセサリーのホームページみたいなさ、シルバーブランドワドみたいなさ、わかる。ね、そういう使い方も全然できる、うん、なんかファッションサイトみたいになったね、
全然何にでもできるな。ファイティングポーズハマったよね。ファイティング見ようか。ファイティングポーズね、実はね、いろんなパターンあるんだよね。1枚だけじゃなくて、こういうパターンとかもあるし、こういうパターンもあるし。はい、パニーニーいらっしゃい。これが一番気に入ったのはさ、あのやつなんだけど、今映してるのどれだ？今映してるのフリッカーで、あと、こういうなんかちょっと K1 っぽいっていうの。K1 っぽいのもあるし、あとどんなのあったっけな。俺、若干気に入ってるのこれかな。ちょっと挑発するっぽいっていうか、うん、挑発系のちょっとぽい、これもぽいじゃん。ちょっと遊んでる感じでいいよね、うん、これ結構いい表情だね。クレヨンしんちゃんみたいな輪郭だ、うん、かかってこいやーみたいな。でもやっぱこれが一番最高傑作だよね。これはアップにしてもかっこいいし、すげえかっこいいよね。これこれでしょ、みんないいって言ってんのこれだよね。やっぱ多分みんなが言ってるのこれだと思うんだけど、これがズバ抜けてかっこいいよね。いや、かっこいいよね。剣断面いらっしゃい。これはなんか、え、これかっこよくない？これすごいよね。これが一番俺もかっこいいと思うんだよね。うん。これ、よく撮ったよね。これだよね。今回の最高傑作。俺はこれだと思うね。すげえかっこいいもん。ほらかっこいいじゃん。これやば、これかっこいいよね、うん、これいいわ。やっぱこれだよな。インスタ映えするよ、これは。これインスタに貼ろう。まあまあこんな感じでした、うん、インスタ映えしますね。本当に表紙みたいだよね。すごいよね。写真だけはマサと倒せそうだよね写真だけは、うん、はい、プロのカメラマンに撮っていただきました。で、自由に使っていいって言われてるんで、本当にありがたい。 YouTube とかに使おう。いや、すげえよな。ありがたいよね。ブリオの画質いいでしょ。全然ワイドだし、どんどん配信が良くなっていくよ。ブリオえぐいな。全然いい。ブリオ今ね、あのリスナーさんからいただいたね、ブリオから放送してる。いや、緊張したよ。フローラルさん、パフェありがとう。ドレさんに送った。もう自慢した。写真だけならマサトに勝ってるでしょ写真だけは一丁前の。透明、え、透明なコンメビューググったら、うん、みつ、え、アイラ、これ本物、キジマアイラ。あ、これやり方教えるよ、アイラ、いつでも。アイラ、これ本物かな、ちょっと待って、本人かな、本人だね。メールで送ろうか。これでしょ、このコメントでしょ、これのやり方でしょ、これ。アイラに今メールで送るよ。ちょっと待って、これね、あの荒野に教わったんだよね。今メールで送るね。
オッケー。いや、いいよいいよ。今パッと送っちゃう。別にアイラ、配信わかるじゃん。機材とか。アイラ、アイラ。はい。忘れちゃうからさ、俺。アイラ。アイラ様来たよ、のんちゃん。アイラ様来たよ。なんだっけ、キャプチャーじゃなくて、なんつうんだっけ、エンコーダーか。今アイラ送っといた。そう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 。あ、全然いいよ、全然いいよ、アイラ。うん、いいんだよね。そうそうそう。最近深夜っちょが始めて、で、荒野がやって、で俺がパクったから、俺が3代目かな。あ、まあまあネットがねあれだからね。うん、はいはい、了解。こんばんは。おお、へそへそへそ、どうも。いらっしゃい、へそ。これマスターかな、それとも店長かな。へそ、お世話になりました、うん、みんなパソコン関係。いや、一番詳しいのは今ね、新八丁なんだけど、多分ね、新八丁の次に詳しいのが俺かな。新八丁はね、詳しいっていうよりも、機材をいっぱい持ってるのは新八丁。たくさん、もういろんなの試してる。昔から。だから機材、ま、種類のレビューやらせたら野鳥の方が強いんだけど、使いこなしてるのは多分俺。設定とかを。画質なの、なんなの。うん。多分店長だよね。店長いらっしゃい。うん。マスター、オーナーかな？どっちだろう。へそー、つって。あ、アラサーおじさん、岡山からありがとうございます。うん、どうも。どうも、和道です。どうも、和道です。よろしく。スーパースターです、うん。ちょっと閲覧かそってるから恥ずかしいんだけど。アラサーおじさんでアカウント作ればいいのに。うん、これプロのカメラマンに撮影してもらったんですよ、昨日。プロのカメラマンに撮っていただいて、何枚か宣材写真で。そうなんですよ、これ捨て頃のポスターに使いたかった。かっこいいでしょ。ツイッターにね、画像書いてあるんで、もしよかったらツイッターからダウンロードしていいかんね。もう肖像権なんか俺にないから、ツイッターの俺のトップページ見たら貼ってあるから、いいねボタン押してダウンロードして勝手に使っていいよ。何に使おうが自由だから、みんなの。ダーツの的にしてもいいし、ワドにしてもいいし、もうフリー素材ですから、どうぞご自由に、なんなりと。ん、アイラも写真かっこいいよね。アイラも多分
なんかカメラマンとかのところ行ってるんだろうな。こんなにかっこいい写真撮ってもらったのね、嬉しいよね。今日何曜日？今日火曜日？月曜日か。うまくなったら撮影させてください。全然全然。みーたんは何？カメラもやるの？全然呼んでください、うん、撮影して送って。うまくなったらじゃなくていいよ、下手でもいいよ、全然。いろんな人に撮ってもらいたいよ、撮ってもうバンバン使ってもらいたいよ。何やってたんだっけな。やっぱプロはすごいね。で、俺ぶっちゃけた話、機材でしょって思ってたの。なんか舐めた話なんだけど、機材が高かったら俺も撮れるよって思ってたけど、プロの現場入って無理だって思い知らされた。本当に体系的に勉強して、本当にそのいろんな機材の使い方を覚えて、でそのシーンに合った撮り方っていうのを覚えないと。普通の宣材写真ってさ、白抜きで撮るのが普通、白バックで撮るのが普通なの。でもさ、この写真の撮影ってさ、カメラマンさんがさ、俺が好きな写真の種類分かっててあえてこういう風に撮ってくれてるじゃん。はい、ワドツ、わかる？なんか俺の趣味に合わせてくれてんのがわかるんだよね。ちょっと待って、リスナーさんが面白いことやってるな。アホだろ本当に。ちょっと待ってね、またアホな写真が出てきたな。ちょっと待って、リスナーさんがね、コラしてくれた。コラ、ちょっと待ってね、こんな感じになってるね。月刊ワード出た、お前らの悪ふざけ出た。はいはい、悪ふざけ、はい悪ふざけ、月刊ワード2018年4月号よりめの剛腕ワードリッスンつって。このリッスンに愛を感じるよね。信じるな、疑うな、確認しろ。独占インタビュー。いいね、見出し。信じるな、疑うな、確認しろって何の見出しだよね。何の雑誌なのこれ。信じるな、疑うな、確認しろ。独占インタビュー。しかも、へその社長の受け売りだからね、完全に。やっぱり、でも、写真がかっこいいと雑誌の表紙になるんだって。これ、全然これ、売られてても違和感ないぞ。月刊ワード4月号ありがとうね、作ってくれたリスナーさん。アホだな、職人すごい。職人すぐ雑誌にしちゃうから。すぐ雑誌にしちゃうから、うん、アホだな。違和感ないね、うん、レオンの隣に置いておいて全然いいよ。かっこいいね、月刊ワード。そうさ、ちょっとさ、書体に凝ってるのが面白いね、ワードの。何ちょっと高級感出してんの、腹立つな。この W のクロスの感じがムカつかない。
何お前おしゃれ書体使ってるんだよみたいな。何お前 V かぶせてんの、防具みたいな。そう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 、ちょっと高級感ある雑誌感出してるし。でも和道リスナー、さすが和道リスナーで、俺に怒られないようにちゃんと赤黒白しか使ってないっていうのも分かってるよね。これでピンクとか使ったりさ、オレンジとか使いたいんだろうけど使わせねえよっていう。5月号メガネ特集かな、うん、すぐコラージュしちゃうからね和道リスナーは。職人は仕事早いよ、うん、すぐ素材をね、素材を与えてしまうとね、すぐ遊んじゃうから。ネット民はすぐアイコラしちゃうからね。風邪ひいたかな。でもこれくらい写真がさいいとさ、下手にいじらないでそのままさ、なんかステッカーとかにしてもいいぐらいだよね。普通にプロマイドで売れるもん。なんかポスターとか作ろうかな。これのポスター作ろうかな、マジで。カレンダーとか作れるよね。和道カレンダー。5月。うるせえわ、つって。より目の5月。いやー、よかったよね。ありがたいよ。やっぱ出会いだよ、出会い。あ、わかった。低血糖起こしてんな。のんちゃんさ、あの、プリンない？冷蔵庫に。低血糖起こしてる。頭痛い。スプーンとプリンちょうだい。スプーンはね、あの、捨てたから、鉄のスプーンで食べた。ありがとう。プリン食べよう。プリン何でもいいよ。でもできれば鉄のスプーンがいい。おい、ありがとう。イースタースイーツありがとう。アマムちゃんサンキュー。ツイッターにあるのダウンロードしていいからね、あの、自由に使ってね。肖像権フリーだから。ありがとう。自然に鍛え上げた撮影も素敵だなと。東京に行くときには腕を上げて撮影させて。 OKOK、 遊びにおいで東京。やっぱプロの現場の最前線で撮ってる人は全然違うんだよ。なんかね、言ってたもん、あの、もう1個の案件だけで1000人ぐらい撮影してるんだって、1年間で。この1個の案件だけで。だからもう多分数万枚とか、下手したら数十万枚とか撮るレベルでしょ、年間。下手したら数百万枚。やっぱりさ、もうプロで商売にしてる人って撮る数が違うんだと思うの。その1枚にかける熱意も違うだろうし。あのね、あ、すげえうまいプリン。あのね、これ覚えておくといいけど、あの、俺リスナーさんからこういうコメントが来たことあんの。和道って。お前さ、って。配信始めて、何時間放送してる今現在って質問があったの。で、俺は正直に答えて、2万時間や、あ、違う、その時の質問だと1万5千時間やってるわって言ったの。少なく見積もっても1万5千時間で、長かったら2万時間ぐらいやってるって言ったら、なるほどって、じゃあこのデータ正しいわって言ってて、
1万時間やると天才が生まれるとか、1万時間やると素人をはるかに凌駕するような結果が出るんだって。で、多くの人間っていうのは1万時間一つのことに費やすことができないんだって。要はこの人は何を言ってるかっていうと、何かを1万時間やると普通の人とははるかにレベルが違う結果が出るんだって。で、大体この前に諦める。1000時間もできない、100時間もできないんだって。だからお前配信食えるようになったの最近じゃんって。だから1万時間超えたからなんだろうなって言ってて、だから絵もさ、絵とかさ、音楽とかドラムとか何でもいいんだけど、1万時間その物事に集中してたら誰でもすごくなるよね、どんなに才能のないやつでも。で、1万時間やってプロになるとか、素人をはるかに凌駕する結果を出すと。で、もうその中でさらに10万時間やってるやつとか、1万時間の質の高いやつとかが出てくるわけじゃん。だ、そこの戦いになるわけでしょ、今度。プロ同士の戦いっていうかさ。だからね、何かで飯食いたいとか、何かでプロになりたいっていう若い人がいたら、1万時間やってるかどうかって結構指針になると思う。そう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 。仕事でもやっぱり、8時間勤務で、20日営業、計算してみようか。20日勤務、かける8時間営業かける、12ヶ月は、5年だね。約5年で、天才が生まれる。だから1つの業務を5年できるかどうかだね。また来てね。やっぱりさ、バイトとかでもさ、5年やってるとやっぱリーダーになってるもんね。リーダーとか店長になるよね。8時間で20日営業日だったら約5年だったから、多分普通の仕事で残業もあるし、22日営業日とかでしょ。だから多分5年続けられるかどうかだ。確かに5年集中してやってダメだったら諦めた方がいいもんね。はい、ワードツー。だから、どんなに写真のセンスがあろうがなんだろうが、やっぱ5年10年やってる人に勝てるわけがないよね。中堅どころの5年目のプロカメラマンと超天才カメラマンの3ヶ月目だったらやっぱ勝ちようがないじゃん。そういうことだと思うよ。どんな天才も続けなかったら意味ねえかんな。逆に言ったら才能なんていらないんだよ。入り口で1万時間続けられる根性があったら何でも成功するってことでしょ。ありがとう、へそさん、花火ありがとう、へそ、ありがとうございます。すいません、花火までいただいて。頑張ります。あざーす、花火ありがとう。岡山のあれだよ、へそだよ、カフェバ。岡山のリスナーさん、へそ行ってよ。岡山のリスナーさんいるかな。頑張ります。どんどん負けられない状況になってくっていう プレッシャーが半端ない。
あとやることは、今月のスケジュールどうなってたっけな。いろいろ詰まってるっちゃ詰まってるんだけど、余裕はある期間なんだよな。雨降り始めた、のんちゃん。雨降ってない？あー、おき違い、おいき違い、うん、なんだよなんだよ、ブロックしたんじゃないの、もう放送来ないっつってやじゃん。もう放送来ないって言ってやじゃん。何きちがいだけど、またかまってほしいの。いや、いらないから、うん、で多分俺よりいっちゃんの方がよっぽどきつがいだと思うよ、うん、多分ね、俺よりはるかにきつがいだと思うよ、うん、あといじめられに来たの間違いでしょ。なんでしょっぱな喧嘩売るの。違いか具体的に説明しろ。動画キャプチャーシーンだったら動画キャプチャーするけど、いっちゃんの動画キャプチャーシーンだったら説明できるけど、キャプチャーシーンの、いっちゃんの過去の放送を見せていいの。いや、売られた喧嘩を買うよ、うん、いや、いっちゃんが気違いだと思う動画キャプるね、待って、うん、ニコ生ログインしないと見れないんだ、うざ、ちょっと待って、これかな、ちょっと待ってね、いっちゃんがキチガイだと思う動画をキャプります。 OK、 見えてる、 OK、 いくよ、俺がキチガイだと思う動画ね、あれ、え、何と OK、 何、何と OK、 OK、 何 OK、何卒 OK なんですか。何卒ってどういうこと。いや、どういう卒 OK なんですかって。
え？どういう会話したらよろしいんですか？だって。どういう会話すればよろしいんでしょうか、オガ。あんたから、あれ、言ってたんや。え？そう言われても、あんたから、スカイプ要求してくれたから。だから、内藤特許、なんでもいいの？なんでもいいよ。なんでもいいの？お前、舐めてんの？え？座ってねえの？座ってねえの？俺でも会ってねえぞ。あそこから俺飲んでんだけどよ。なあ。お前大丈夫だったの？おい。PT のあって、頭。え？頭の。前髪よ、前の前髪よ。イラつくんだ。なあ。お前の前髪イラつくんだ。おう、気をつけよ、それ来るな、撃ってこい、これやらしい、これ仕事したから、ぶち殺すぞやらしいんだよ、これほら、来たぶちゅう来い、来た、来いよ、この野郎自分で笑うの卑怯でしょ、いっちゃんこんなんずるいわいや、なるよね、これ結構伝説なんだよ。これは、つゆだくっていう、つゆだくって呼ばれてる動画なんだけど、これなんでつゆだくって呼ばれてるかっていうと、いっちゃん切れるところがあるんだけど、つゆが垂れるの。来るな、撃ってこい、これここ、垂らって、ほら、今見た？これコメント消さないと多分ね、もうコメント多すぎて、こっからつゆが垂れてんだ。これがつゆだくの語源で、よだれたらーって出てすっげえかわいいね、いっちゃんこれ見ててよ、つゆ出るから、うん、つゆだくってよ、おー気をつけよ、これこっからつゆがたらーくるな、撃ってこい、これやらしい、これこれは、いっちゃん、いっちゃん面白いんだよねそうすごい、みんな笑うよね、やっぱね、うん、おい、来た、来いよ、この野郎、喧嘩取って最強だからね、いっちゃん。面白えわ、うん。これ何年前かな？いっちゃんこれ何年前？もう結構古いよね。俺といっちゃんが出会った頃だから4年ぐらい前の動画だよ。梅雨だくのね、異名を取ったからね。そう、つゆだくのいっちゃんって言ったらもう知らない人はいなかったニコ生らしいよね、うん、うん、面白いな、やっぱニコ生で受けてるコンテンツってふわっちでも笑うよね。3年前か、もうそんなになるのか、うん、あと、いっちゃんが有名な動画なんだっけ？ヘルパーさんをしばき回す動画と、ホームヘルパーをしばき回す動画みたいなのがあるんだよ。なんかヘルパーさんにね、すごいバリ雑言がいて、なんかしばき回したんだっけ？なんだっけ？いっちゃん。ヘルパーをなんかやったんだよね。結構乱暴なんだよ、いっちゃんは。笑ってるし本人なんだっけ、ヘルパーをどうしたんだっけ。いや俺ね、その動画見たことないんだよね。恫喝したんだ、そうだヘルパーを恫喝した動画それもね結構ね、そうなんかヘルパーにすっごい悪口言う動画があるの、それ見てみる、あるのかな、なんて検索したら出てくるんだろう。いっちゃん、いっちゃん、ヘルパー、ヘルパー、恫喝で出てくるのかな、あったあったすぐ出てくるすぐ出てきたわ、もう一回見ようか。じゃあ俺はでも梅雨だくの方が好きなんだけどな、梅雨だくの方がなんかこういいよね、いっちゃんって感じがして、梅雨だく大好きだから。どれくらいだ、これかな、これでいいのか。よいしょ。
じゃあ、つゆだく以外の見てみようか。よいしょ。ヘルパー、風邪をひいて、激怒。うせえな、なんだこれ。あ、ニコ動も広告あんだ。これもあれだよね。ちょっとトイレ行ってくんね。窓開けろ。ちょっとトイレ行ってくる。キャメラシー、全体オルは。なんで、いいやねん。なんで、いいやねん。一分メリクリ。なんで。出来上げるんですよ。出来ないんですよね。風です。今マスクつけた。なんでだろう。マスク長くないですよ。どうしますか。帰りますか。悪ければ帰ります。なんでだろう。奥さんもっと悪くなるぞ。帰りますか、ごめんや。苦しんでます。帰るったよ。帰りやった、ごめんね、俺らよ。どうします？悪ければ帰りますよ、私。隊長、隊長が電話してくださいよ。そういうことだ。ただいま、盛り上がってきた。来ないでくださいよ。インフルエンザだったら絶対働けないんやけどね。分かってるよ、お前。どうかつドキュメントとか。うつるや。もしこんな感じで、私がインフルエンザじゃなくて、風邪の時は、前もって連絡して、風邪6時間に1回は換気しなきゃ。はい。はい、わかります。今日はどうしますか？その続きで、早く帰ってください。途中ですけど、帰りますか？ああ、もう。間がいいよね。はい。間がいいね。早く帰りなさい。帰ったぞ。はい。帰りな。老害にも程があるだろう。変わるな。典型的な老害だからね。いや結構ね、いっちゃうわね。あ、もう、喋れた。やー、喋れた。超老害、モンスタークレーバー。喋れた。本当に老害だからね、ただの。僕や。お前と。こんばんは。あ、松さんいらっしゃい、こんばんは。いや、面白いよね。いや、もう。ミスター老害って書いてあった。いや、結構有名だよ、いっちゃんは。ニコ生では。ねえ、いっちゃん、有名だよね。あ、いたいんだよ、さ。はい。暴力振るうのよ。荒々しいよ。九州男児だからさ、荒いのよ、本当に。うん、九州男児荒いな、ほんと。喧嘩っ早いし、好戦的だもんな。今日、狐岡でいっちゃんに挨拶した？うん。普段温厚なんだけど、時々暴れるんだよね。あ、ね、どういう名かっていうのは、もう説明する必要ないけど、ミスター老害っていう名の。ミスター老害として、ニコ生では有名だよ、結構。いやいや、お題目の中どれかな、大木なんだぜ、バカ。違うか。いっちゃん面白いよね。たまに神回起こすんだよ。やばしい、やばしいじゃん。食べんな。梅雨だく見たいの？いえ、さっき梅雨だく、うるさい、いっちゃん。
ちゃうるさい。うるさい。うるさいわお前。あ、告げたく次流すよ。うん。いやだからいっちゃんがどんな感じ、どんなテンションでコメント打ってるか分かったでしょ。てめえ気違いはどうって、こんな感じで俺に突っかかってきてんの。臨場感出るでしょ。ロレツと安全剤知ってるよ。それは俺付き合い長いから知ってるよ。でもこれ通報ひどくてなんか大変だったんだよねこれ。ていうかいっちゃんこの動画が原因でふわっち来たんじゃなかったっけ。確か合ってるよね。この動画が原因で A 版になったんじゃなかったっけな。要はなんか障害者の人とかが怒ったりヘルパーさんが怒って、もうこんなのこんなこんなのダメだっつってすげえ通報入っちゃったんだよ。そうヘルパーさんかわいそうってなって。4月か、うん、別件か。俺は満足出てると、やじ、うん、あ今何喋ってるか分かるんだ。そう薬変えたんだよね、いっちゃん。薬やめてから喋り良くなったよ、ワドって言ってた。なんだすごい母ちゃんも出てきやった。愛妻家なんだよね、意外と。荒々しいんだけど愛妻家なんだよ。奥さんすごい大事にすんの。いっちゃん本人でだって、っていっちゃんが俺に喧嘩売ったの、コメント下の方見たら分かるけど、いっちゃんが俺に「気違いてめえこの野郎」っつったから、お前の方が気違いだっつったから、そしたら証明しろっていっちゃんコメント売って、じゃあ証明してやるよっつってこの動画流してんの。分かんない、やられた。テレサ10普通に歌ってた。なんかね、あの精神薬って飲むとこうなっちゃうんだよ。俺もなったもん。ろれつ回んなくなるの。麻痺するんだよ舌が。頭はねめちゃめちゃいいんだよ。何言わないんだ。いっちゃんって大学ででしょ、国立の。いっちゃん国立の大学でだよね。あ、いい人っつうか、まあまあ気違いだよ、うん、奥さんにもこんな態度なんだろうな。そうだよ、来てくれなくなっちゃうよ。12月かこれ。なんでこいつこんな偉そうなの。まあ、ニコ生こんなんばっかりだよね。マスクなんかちゃう。なんでこんな偉そうなの。やかまちいっつって。マスクが効果あると思った。そうさ、中央大学理工学部とか超高学歴だ。しかもさ、いっちゃんの頃の大卒って結構インテリだからね。中央大学理工学部ってさ、インテリでしょ、偏差値高いでしょ。普通にだから俺より頭いいの、うん、え、ちょっと待って、何聞こえない、何、あ、超インテリなの。そんなに頭いいの中央大学って。しかもいっちゃんの年齢だと相当インテリだよね。倍率きついもんね、うん、あ、みんなコメント、だから頭はいいんだよめちゃめちゃ。だけどこうなるんだよ。だけどこうなるんだ。インテリもこうなるんだ。早稲田の次なんだ。めちゃめちゃ頭いいじゃん。笑じゃねえよ。自分で笑ってんじゃねえよ。いや、いっちゃん頭いいよ。頭いいけど気違いなだけだから、うん。機嫌悪。つゆだくの方を見る、もう一回つゆだく見ようか。これ多分このまま終わるから、やっぱつゆだくの方が好きだな俺。つゆだく行こう。つゆ不動産屋さんのリクエストだからね。つゆだく、じゃあリクエストいくよ。あの音量注意ね、音量注意ね、みんな音量注意。いくよ、イヤホン勢気をつけてよ、イヤホン勢。え、ライント OK なの。何ライント OK、 OK なの。
何時オッケーなんですか。何時ってどういうこと。どういう時オッケーなのかって。え？どういう会話したらよろしいんですか。だって。どういう会話すればよろしいんでしょうか。あんたからもうイヤホンから話してれば大丈夫だよ。俺もビクンってなるもん。そう言われてもあんたからスカイプ要求してるから。だから何時オッケー、何でもいいの。何でもいいよ。何でもいいの。お前舐めてんの。え？使ってねえぞ。俺でも会ってねえぞ。アザパーカーを飲んでるだけでよ。なあ。お前大丈夫だったの。おい。来るぞ。頭。え？頭。マシ髪よ。お前の前髪を揺らってくるな。なあ。来るぞ。大きな出ようこれ。クモが撃ってこいこれ。やらしいこれ。作るってこれ。送ってくるの。怖っ。やらしいこれ。ほら、実写夢中。いっちゃん最強だよ。この噛み合い方半端じゃないよね。うらーっつって、ね、この頃のイチさん尖ってたかんね、うん、だからお前キャブ中だろか、うん、違いが。あ、風船ありがとう。こんなことするんだよね。でもね、これね、イチさんが言ってること正しいんだよね。その言ってる内容とそのギャップが面白すぎるんだよ。このギャップよ。言ってる内容とこの人殺しの目でしょ、これ。人殺しの目でしょ。いっちゃんもういくつなんだろう。いっちゃんいくつ、もう年齢わかんねえな、うん、はい、これがあのあなたがキチガイだっていう証明です。はい、大分の悪魔だからね。大分が生んだ梅雨だくの1.58 だ。そんなに年いってないんだね。そんなに年いってねえな。ドレさんと4個違いなんだ。ドレさん若えな、そう考えると。ドレさんと4個上か。おお、うん、俺も65ぐらいだと思ってたわ。58歳で32歳の若造に喧嘩を売ったらダメでしょ、いっちゃん。最近のいっちゃんどんな感じなのかわかんねえな。今度タイムシフト見てみよう。元気なのかな、うん、いやー面白いわ、うん、風船ありがとう。そうそう、ありがとう、サンキュー。まだあれか、あのおじいちゃんではないんだね。老害っていうほど年取ってねえんだな。いっちゃんキャラ濃いっつうか、ニコ生はやっぱ戦場なのがよく分かったでしょ。こんなモンスターと張り合ってたんだよ、喋りだけで。こんな面白いモンスターたちと毎日戦わないといけないんだよ。ふわっちぬるいでしょ。どっかしらでこんなことが毎回起こってるんだから。ニコ生ほんと激戦区だったからね。なんで宗教とかビジネスとかサブカルの話でよくここまでやってきたよ。うん。あ、いっちゃんのキャラ知らなかったらね、あれだけど、俺はもう知ってるからね、ニコ生からもう付き合い長い。あのね、孫子との付き合いとか、いっちゃんの付き合いもう4、5年だから、ネットで。うん。そう。
こいつらとまともに戦う気がしないもんね。はい、こんばんは。3年ぐらいか。そうだね、孫子の方が出会いが長くて、実は俺がいっちゃん面白いって言っていっちゃんのキャラクター見つけて、でいっちゃんをいじり倒してたら孫子がコメントで「お前も見つけたか」って言って、いっちゃんは俺も注目してたっつって、それ孫子と仲良くなったんだ。和道やっぱお前見る目あるわっつって、いっちゃんこれから伸びるよって言ってて、そうそうそう。で孫子と話してたの、いっちゃんの動画見ながら、あのすげえ面白い生主がいるっつって、そうミラー配信でディスりまくってなんだ。そうだ、それが出会いだ、思い出した。ありがとう松さん、大花火ありがとう。いっちゃん頭いいかんね。記憶力めちゃめちゃいいよ。昔のこととか俺より鮮明に覚えてる。記憶力めちゃめちゃいい。地頭がいいんだよ、だから。あの、こういう本当の頭いい系には勝てない。これ記憶力は皆無だから。その場のね、頭の回転させるとね、そこそこ頭回る方なんだけど、記憶力は絶望的に悪い。いっちゃん、いいんじゃん別に。フォローするし、いいよ。全然いいよ。うん、全然いいよ。っていうかね、あれだよ。あの、生主はね、基本的にフォローされて嫌がる人なんていないから、もう無許可でバンバンフォローすりゃいいんだよ。気に入ったら。それはもう、リスナーさんが唯一強気に出ていいところだと思うよ。気に入らなきゃ見ない。気に入ったら見る。俺らはお願いする立場だから、あの、そんなね、俺フォロー断ってるやつ見たことないもん絶対俺のことフォローすんなよっていう名前として才能ないでしょ全然いいよねえ、いっちゃん。でもいっちゃんもあれだよ、機嫌悪い時全方位ディス始めるから俺とすげえ似てるよ。記憶力と記憶がいい。応用力、理解力、記憶。ああ、まあまあ、普通に地頭いいんでしょ。え、嘘？無言フォローで怒られたりブロックされたりすることあんだ。何その才能ない生主、誰？俺聞いたことないんだけど、そんなの。無言フォローとか怒る人いるんだ。バカだね、みーすけ。そいつ。頭悪っ。知り合いにいたわ。石野康介っていう天才がいたわ。意味不明だよね。っていうかもうそんなの生主やる資格ないでしょ。生主向いてないよ。いやー、ウケるわ。もっとおかしいのいっぱいいるよね。いっちゃんはただ機嫌が悪い時に神回扱いされるだけでろれつが回ってないから、昔から頭いいのはコメント欄読んでて分かってたもん。のんちゃんがね、よく気づいてた。いっちゃんあの人頭いいよって、私と一緒で、あの薬であのうまく言えないだけだよってのんちゃんがよく言ってたよ。あの人コメント見てる限り頭いい人だよ和道さんって、うん、閲覧がないのは喋ってないからでしょ。そんなの知らないよ。それは生主としての腕がないだけでしょ。ボンクラだよ、ボンクラ。フォロワー整理とかいう資格なんかないよ。うん、それはもう配信者として本当に終わってるやつだと思う。フォロワー整理とかいう権利なんかねえから。よくわかんねえよな。
なるほどね。だからなんかフォローしていいですかって聞くリスナーさん結構いるんだ。かわいそうだな。挨拶はダメよ、基本的に。いっちゃん自分語りするか、もうひたすら自分語りできるやつが生き残る世界だから、挨拶よりもね、自分のトークしてる方が絶対有利だよ。今日何があった、こんなことがあった、こんなのがムカつく、こんなのが楽しい、これからこういうことやろうと思ってるとか、もうずっと喋ってないと基本的にね、見てくんない。余計減るだけじゃんね。要はさ、そいつはさ、自分バカなりに考えたんだろうね。要は脅しなんだよ。もう来てくんねえんだったらフォロー外すぞっていう脅しなんだけど、逆効果だよね、はっきり言って。要はもう二度と見ないって思うもんね。そんなことされたら、リスナーさん二度と見てくれない。リスナー大事にできない配信者はもう配信やめた方がいい。見ない方がいいね。あと、便所太郎さんとかドレさんリプキンなんだけど、俺ね、リプキンは、もう運営が、なんていうのかな、リプキンの枠専用の機能をつけるべきだと思う。要は、リスナーさんは運営さんが用意した機能っていうのは使うのが当たり前だと思ってんの。で、配信者も使わないでって言ってる人がいるわけじゃん。だからチェックボックス入れて、リプキン OK、リプキンダメっていうのを選べるようにしないとダメだと思うよ。これやらないとダメ。はい、おかえり。挨拶をね、しかとできないと俺はダメだと思ってる。挨拶は大事なの、人として。人として正しいことっていうのは配信者やっちゃダメだよ。規模にもよるだろうけど、コメントしてくれたらフォローしますってどういうことだろう。ちょっとよく意味が分かんないな。フォローバックってこと？配信者がフォローを返すっていうこと？フォローバックのことか。俺は、フォローバックしてたの、実は。ずっと、ニコ生の時。ただ、ある日気がついたんだけど、フォローバックを目的とするリスナーさんって結構いるんだよ。ツイッター、実は俺1万5000人ツイッターフォローバックされてたの。で、ニコ生5000人コンビでしょ？ Twitter は1万5000人いたでしょ？ YouTube は1000人いたの。今よりも多かったの、実は。フォロワーさんって。でも、ある日気がついて、フォローをするっていうのは、本来あなたのことを見ますよとか、あなたのことをフォローしますよっていうサポーターになるって意味じゃん。だけど、それをしても意味がないなっていうことに気がついたのね。逆に雑に扱ってるのと一緒じゃん、自分のリスナーさんを。要はフォローされたいからフォローするんだよっていう関係で、これ対等な関係じゃないんだよ。で、放送を見に行かないわけだから。だから、俺はもう突っぱねようと思って、そこは。本当にフォローする人しかフォローしませんっていうのと、あと見に来てくださいって言われても見に行きませんよって。で、興味があったら勝手に見に行きますよって。で、俺にフォローされたいんだったら、それくらい面白いことをやるべきだし、フォローしてくださいなんて言ってる大手配信者いないじゃん。他枠に行って僕のことフォローしてって。やっぱね、そこはね、俺は、これは俺個人なんだけど、フォローバックは反対派。本当に好きな人をフォローするべきだと思ってる。なんか数が増えても格好悪いと思ってんの。数よりも、
本当にこの人をフォローしたいなって思ってもらえるかどうかだと思ってて、だから配信で返すべきだなと思ってるね、はい、ナノさんはどつ、じゃないと数字増やすのが目的に感じるんだよ。あのフォロワー増やしてて俺すげえだろっていうのが目的になっちゃうから。たまにいるんだよね、配信者でフォロワーさんの数よりフォローしてる数が多い人ってたまにいるんだよ。で俺ほら誰もフォローしてなくて純粋に4000人ぐらいからフォローされてんのは嬉しいんだよね。それって逆に言ったらハードル高いから、多分フォローバックしたらさ、あの俺もっと人がいると思ってんのよ、フォローバーしてくださいは、配信者じゃないよね。だからツイッターもフワッチもフォロワー基本的にしてないね俺は、で、あのね、実はね、つながりのある人だけフォローしてた時期もあったの。石野とか浅井さんとか、本当に付き合いある人、のりことか匠さんとか。でもね、それもやめた。もう本当につながってたらコツでやればいいやと思って、そんな感じだね。フォローするのが仕事じゃなくてフォローされる側になんないとっていう。その代わり、あの、なんだろう、なるべくブロックしないとかさ、あの、なるべくその言論の自由は守るとか、逆の縛りは自分に作ってるけどね。どんなにバカな連投でもブロックしないとか。まあでもいろんな考え方あると思うよ。リプ俺は OK だと思ってて、ただリプ金のところもあるじゃん。機能は使うべきだよ。理由があってフワッチは作ってるわけだから。ただね、なんでリプライ禁止するかも理由わかるんだよね。リスナー同士で揉めるところとか多いんだよ。それはやっぱ配信者が責任取らないといけない空気になるけど、俺ら取りようがないからね。あ、うちにもあったよ、なんかリスナーさん同士で出会って、あのなんか彼氏彼女になって、実は彼女の方が妻子持ちだったとか、いろいろあったよ。だけど結局さ、知らないで勝手にリスナー同士で付き合ってて、で私実は旦那がいるんですとか全部後から言われるの。まとめてトラブルになったら責任取りようがないじゃん。そんなの自己責任でしょうっていうしかないからね。だからリプとか DM とか、そのリスナーさん同士のつながり嫌がるっていうのはわかる、大手さんが。あとその飯をおごるから来てよっていうのもなんで嫌がるのかとか、配信者の裏側知りたい興味ある、みんなこういうの、配信者の裏側っていうか、なんでこういうことを、こういう発言、だいたいほらみんなまとまってくるじゃん、同じ意見になってくるでしょ。あれってね、実は理由があるんだよ全部。あ、例えば興味ある、オッケーオッケー話すね、ハートありがとう。例えば大手配信者ほど、中堅以上の配信者ほどリスナーさんから飯行こうぜって言われた時断るっていうか、怒り気味で断るでしょ。あれも理由があんの。あのね、みんなね、若い頃は楽しいから行ってたのよ、飯をおごったり、おごってもらったりとか。だけど金払えよって怒るでしょ、企業案件出せよって。俺も怒るじゃん。あれなんでかっていうと、そういうタイプの飯をおごってやるよっていう人ってキャバクラとかに連れてったりとか、その自分の自慢した行きつけの、なんつうの、空間で俺この人と知り合いなんだよねってやられるからな。結局俺らって1時間2時間3時間とか、その人会ったこともない人に初めて会って飯をおごってられるだけで出汁に使われるのよ。すげえ嫌でしょそれって。
それが別にそあのキャバクラとかでさ、そんな女のマウンティングされてもさ、だってキャバ嬢が俺のこと知ってるわけないじゃん。知ってるっつってもうなちゃんマン金梅さんクラスだと思うのよ、よっさんとか。だからそういうなんか出しに使われたりとか、その合コンの時のなんかコッパ役っつうの、盛り上げ役みたいなので呼ばれたりするから、それでね嫌気がさして、だったら金払えよっていうの、わかるでしょ。そうだから本当に好きな人しか会いたくないの、うん、だから結構ねその配信者に、おい今から飯をおごってやるから来いよっていうのは、カソナマムシにやれよって思うの、うん、企業案件として持ってきたら全然やってやるよっていう。そうでも絶対あのやりたがらないよねっていうのが本音、経験上分かってる、ある程度いくと。なんか変なその60とかのさ、おっちゃんのなんか出しに使われるのが嫌だとか、あとその合コンみたいな感じでリスナーさんの集まりとかでちょっかい出す時の出し、要は俺誰々の知り合いなんだよねとか、俺誰々と仲いいんだよとか、ツーショット写真とかでそのなんか女のリスナー漁ってるリスナー、男性リスナーとかもいるのよ。だからそのなるべくそういうことが起こらないように、起こらないようにってことをやる。数合わせありがとう。まあ大体同じ結論になるよね。だからその純粋に応援してる人と下心があって応援してる人を見抜くのはすごいうまいと思うよ、ある程度言ってる人は。あの下心で寄ってくるリスナーさんに全然なびかなくて、純粋にこの人応援してるなっていうのは、何でも使ってください、僕行きますよって逆に言うもん。俺もそういうリスナーさん何人もいるもん。あのもしあなたが何かで困ったりとかしたら僕行きますからねって、それは自分から言う、あのそれで恩返したいって、うん、自分から言うね、うん、まあ多分少ないと思うけど、多分有名配信者の中でも多分5人もいないと思うよ、そういうリスナーさんって。あなたに呼ばれたら俺いつでも行きますよっていう人はもう完全に信頼してる関係ね、いつでも呼んでくださいっていう。髪染めた染めた、撮影に行ってきて、でそのプロのカメラマンさんに撮ってもらうのにやっぱ赤髪がいいなと思って。配信は特殊だよね。あの何が大変かっていうと、あのまあ芸能界の人とかってマネージメントがいたりとか会社があるから、そういうのファンをブロックする機能ってあるじゃん。そのマネージャーとかが写真撮らないでくださいとかやるけど、なんていうのかな、配信者って基本的に自分で自分の身を守らないといけないじゃん、取り巻きがいないから。だからねそこはね、セルフマネージメントっていうのはすっごい大変だと思う、うん、それを要は配信者も配信者でなんかちょっかい出すやつとかいるじゃん、女の子とかに。でトラブルになったりするでしょ、よく未成年の女の子淫行したとかさ、あとなんだろう、金のトラブルとか多いよねやっぱり。だからその自分を縛って直接振り込みとか大丈夫ですよっていうこう覚えていくのよ、自分でもうトラブルになるなっていうのが分かってること、そこをねやっぱ履き違えるとダメなんだよね、うん、
だから自分ルールみたいなものを作っていったやつが勝つよね。自分のできる範囲内でどっからどこまでが自分は許せて、どっからどこまでが許せないっていうか。赤い髪ね、全部赤くしてみたいな一回ね。そろっと赤だけど、全部真っ赤もやってみたい。スラムダンクの桜木花道みたいなね。でもさ、面白いのがさ、やっぱりさ、自分が過疎だった頃って全然分かんなかったの。本当に自分がね、こう人数が少なかったりとか、なんでこの人こういうやり方してんだろうとかさ、なんでこの人こういうこと言うんだろうって、リスナーさんと同じ目線なんだよ。配信者過疎生主ってやっぱリスナーさんと全く同じ目線なの。でもその人が多くなる、コメントが多くなるとか、収入が多くなるとか、その企画ができるようになるとか、いろいろ段階を踏んでいくとだんだん意味が分かってくるの。あ、この人こういうことで言ってたのかっていう。で、その鮫島さんとか金映さんとかうなちゃんが言ってて分からないこともまだあるの、俺の中で。それはね、多分ね、経験してないからなんだよね。撮影の枠、いや動画撮ってないっすよ。動画撮ってないっす。写真だけ撮ってもらってるんで、パソコン持ってってないっす。アップしませんよ。プロの現場だから、あの撮影されるあれだからさ、撮影してもらえるのに撮影したらおかしなことになるでしょ何が何だか分かんなくなるから、一応無礼にならないように、プロの現場に入ね、プロの現場で、あの相手のフィールドでお世話になるときは回さないですよ。あ、さっきのライブのキツネ枠は、YouTube 上げます、上げます、はい、上げますよ。ま、もう上がってんのかな。うん、たくみさんがやってくれると思うよ。上げる上げる。ていうか、Twitter フォローしてくれてる人は1枚だけプレゼントするよ。どの写真が欲しいって言ってくれたら。Twitter で DM でもいいし、 LINE でもいいし、どの写真が欲しいっつったら1枚プレゼントするっていう。なんかリスナーさんに還元ってこういう形でしかできないから、なんかどのやつがかっこよかったんでくださいって言ったらプレゼントすることにしてる。だからデータのいいところってそこだよね。無料でパンパンこう渡せるからね。
ここがねビジネスやりづらいところなんだよな。ウェブ系の苦労するところなんだけど、やっぱ物があるっていうのは売りやすいっていうの、情報って売りづらいんだよね。だんだん売れるようになってきたけど、ね、ただでさえずっと支援されてる身分だから、写真をダーツの的にしようがね、トイレットペーパーにしようが好きに使ってもらいたいよね。おい、チェリー伊藤さんはどつ？いらっしゃい。作らないナノさん作らないあのね、シルバーに関してねすごく考えてて、あのね、世の中にいいものとか安くていいものって腐るほどあるし、いいものもキリがないので、あの俺が勝負しないといけないことって、あの和道さんが作ったからゴミでもいいから売ってくださいっていう状態だと思ってんの。要は俺が今からねシルバー極めたところで、あの精巧なものとか本物、職人さんが極めたものみたいなものは作れないわけよ。そうじゃなくて自分のキャラクターとか思い入れをガンガン、要はマイケル・ジャクソンっていつも言ってるけど、例えば、マイケル・ジャクソンが服を一から縫ってかっこいい服って作れない。でもマイケルはスーパースターになることによって、マイケルのスリラーのジャケットって何千万とかで売れるわけじゃん。俺が理想としてることはそういうことなの。だからペアリングは、そのペアリングでいっぱいいいのあるよっていう、そうじゃなくてアクセサリーを作りたいんじゃなくて、俺はお守りを作りたいのね。簡単に言うと俺にしか作れなくて俺自身を作りたいわけで、俺を身につけるっていうか、その和道っていうライフスタイルを身につけてもらいたいのみんなに。だから別に本当に売るつもりもなくて、買いたいやつはそのいらないっていうか、わかるかな、これシルバーブランド作りたいわけじゃないんだよね。なんかこう商品ではかなわないと思ってるかな。俺でもね、本来のアクセサリーってそういうことだと思うんだよね。マガタマとかさ、これタイの、これお守りでプラクルアンって言うんだけど、タイの国民ってこれ全員ネックレスにして持ってるの。これ仏像なんだよ簡単に言うと。で3億とかしたりとか、
そのお坊さんによってプレミアとかはついてるんだけど、お坊さん一人一人が自分のプラクルアンっていうのを持ってるので、俺がやりたいのはまさにこれで、これで3億とかするのがあるの。これ500円とかで売ってるやつなんだけど、一人一人のお坊さんが自分のデザインで、粘土で作る人もいれば土器で作る人もいれば鉄で作る人もいればゴールドで作る人もいるのね。でこれと一緒よ。要はお坊さんにお参りに行って、あなたにって言って、こうやってこう自分のお守りを、みんながそうお守りをつけてんの。タイでプラクルアンで検索してもらったら出てくるんだけど、だから俺が作りたいのそれに近いんだよね。でプラクルアンって本来売ったらダメなものなの。あの倫理的に転売禁止なの。なんでかっていうと、お坊さんからその信者の方へプレゼントされるもの。本当はあれだよ、喜捨って言ってそのお布施を入れてるよ。だからそれに近いかな。うん、それに近い、プラクルアンに近いね。そう、タイでねプラクルアンって検索すると出てくるよ。だからあのアクセサリーではなくて、アクセサリーなんだけど海外の人が見たらアクセサリーって言うんだけど、あれは仏像なの、簡単に言うと。でも本来のさ、マガタマとかさ、本来の意味のアクセサリーってそういう意味なんだよ。だからその娘とかに譲るんだけど、ちょっと待ってね、これね、これがプラクルアン。だからお坊さんが一人一人のデザインによって、粘土の人もいれば、これケースに自分で入れるんだけど、メダルタイプの人もいれば、こういうさっき見せた仏像タイプもあるし、これがプラクルアンっていうんだけど、俺はこれをやりたいのね。あの和道シルバーっていうのは、要は俺が作るお守りだよっていう。でルールはないの、形に。写真っぽい人もいるのよ、こうやって。もうそのまあ鉄だけでこう作り込む人もいれば、そうで、そのタイの国民は 100% 必ずつけてるって言われてるぐらいの、あのバンコクに行った人がいるならこれはもう絶対知ってる。そう、もうルールはないの、作り方もないの。だから俺はこれが本来のアクセサリーに近い意味合いだと思ってて、で高僧って言ってすっごく有名なお坊さんの、もう亡くなった方とかだと100年前に作ったプラクランだと、もう3億とか5億とかとんでもないことになっちゃってたりするの、こういうやつ。でもこれってさ、原価いくらとかバカなやつがよく言うけど、シルバーとか原価なんか、いや石だよって話じゃん。原価0円だよ、その辺に落ちてる石ころだよとか。だから原価とかじゃないのよ、このお坊さんの生き方をその胸に秘めて身につけてるって。だからタイのお守りプラクルアンって書いてあるでしょ。でもアクセサリーなのね、これは。お守りと同時に俺はプラクルアンがあの自分のイメージに近いかな。ネックレスにするのが普通で、あのこういう風にいっぱいつけるのよ、自分の気に入ったお坊さんのをガンガンつけるっていう、何個も何個もつけるのが普通。だから別にシルバーじゃなくてもいいんだけど、俺がたまたまシルバー好きだったっていう話。だから簡単に言うとね、あの人からの注文で何かを作ることはないっすね。こういうの作ってって言っても他の人に頼んだ方がいいのできるよって、あのうん、それは思うかな。それこそ俺のね、あのシルバー教えてくれてる X さんに頼んだ方がいいのできるよ。これがでもものづくりっていうことだと思うんだよね、本質っていうか。そう、出会いの形とお守りと、その人が何をやってるか。例えばプラクルアンでこれどこどこ寺院の何々さんのっていう意味があるの。だからそれを理解してないで買ってる日本人が俺はバカだと思ってんの。だからそれがそのクロムハーツとか五郎さんの否定なんだよね。五郎図とかつけてるやつ、五郎さんのこと分かってんのかなっていう。まあまあ、シルバーに関してはそんな感じです。じゃあ僕寝ますね。おやすみなさい。お疲れ様です。また明日。皆さんありがとうございました。おやすみ。